はい、タクトリー &DIY の分散です。こんにちは。で、今日はですね、ダンベルとケーブルを使って胸トレを何種類かやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。インターバルは4分です。ベンチ15度ですね。ウェイトは25キロからやっていきます。34キロですね。いけるところまでやっていこうと思います。
れ様でした。今日はですね、ダンベルとケーブルを使って胸トレをやってみましたけども、十分この6ヶ月で脂肪がですね、ついてしまいまして、タプタプになってきてますね。なかなか胸の方が育ちにくいので、胸を重点にやっていきたいんですけども、なかなか育ちませんよね。胸サイドチェストってどうやんの、これ。こうですか。なんか中年らしいちょっと肉のつき方ですよね。腹がちょっと出てきてるんで、ダイエットしないといけないんですけど、まあこんな感じですね。今日は動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録と、その右横にあるベルマークをですね、押していただければ嬉しいです。あと動画がもしよかったらですね、グッドボタンと、コメントなんかお寄せいただければ励みになります。よろしくお願いします。